くっそー、また外れだ。本当に当たりなんて入ってんのかよ。くじ引きっつうのはマジにボロい商売だな。当たりが入ってないとも知らずに客はわんさか来やがるからな。当たりがないくじ引き屋を逮捕することはできるのか。お、やっとるな。俺の名前はキリギリスミンキ。日本最大勢力のヤクザ土蜘の組員兼 YouTuber や。両方ともまだまだ新米やけどな。今日は俺の YouTube チャンネルに上げる動画の撮影のために祭りにやってきた。さてさて、この辺かなっと。あった。おう兄さん、やってくかい。見つけたで。祭りのくじを買い占めて当たりが出るか検証する。俺は今日再生数爆伸び間違いなしの動画を撮りに来たんや。がっぽり儲けてトドロキャンに認めてもらうんや。うちはいい景品が揃ってるぜ。くじ引きか。何が出たら当たりなんや。1回500円で1番から10番が出たら大当たりだ。出たらここにある好きなものを選んで持って帰っていいぜ。なるほどな。よっしゃ、絶対当てたるで。当たりが出たら記録に残しときたいから動画撮影してもええか。おう、大歓迎だぜ。当たり引いてうちの宣伝してくれよな。よし、ほなとりあえず一回頼むわ。はいよ。これから買い占められるとも知らずにのんきなやっちゃな。見とけよ。これで当たりが入ってなかったら登録者数100万人も夢じゃないで。当たりがないかー。また外れかいな。これで10回目やで。いやー、10枚程度で出されちゃ大赤字だよ。ほら、くじはまだまだあるからな。くー、見てますか皆さん、絶対当たり引いたるで。おっちゃん、もう5回頼むわ。はいよ。よし、これと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 これ。23番、45番、78番、55番、64番。あー、かすりもしないやんけ。すまんな、この辺のおもちゃから好きに5個選んでくんな。俺、このままじゃおもちゃ屋になってまうで。でもまだまだや。次は10回まとめていくで。はいよ、兄さんやるね。その後、何十回引いても当たりは全く出ず、ついに箱の中身はあと3枚になった。計画通りや。おっちゃん、ちょっと当たり絞りすぎやないか。いやー兄さん、運がねえな。だが俺もどこに当たりが入ってるかわからねえんだ。すまねえな。いやいやいや、箱の中にあるのはあと3枚やないか。おっちゃん、残りの3枚から当たりが出なかったらこれ詐欺やで。はあ。動画も撮ってるんや。もし当たりが入ってなかったら言い逃れはできへんで。おいおい、人聞きの悪いこと言うなよ兄さん。さあ、最後の3枚や。12番、68番、97番。やっぱり当たりなんか入ってへんやないか。これは立派な詐欺罪や。ここにしっかり証拠を収めたで。この動画をアップすれば1000万再生も夢じゃ。兄さん、何を一人で騒いでるんだ。はあ、この5人を呼んで言い逃れか。くじ全部買ったのに当たりが出ないのは詐欺。誰がそこにあったので全部って言ったんだ。ほれ、まだこんなにあるからよ。なんやて、な、アホな。俺は少なくなったら足すだけやから、この中のどっかには当たりがあるかもしれんな。くそ、さすがにこの量を買い占めるのは無理や。汚すぎるで。すまんな兄さん、運が悪かったな。絶対にギャフンと言わしたるからな。暴かれた闇。というわけでよろしくお願いします、刑事さん、トドロキハン。いや、何がというわけなんだよ。アリガヤはなんでこんなところにいるんだ。ここで犯罪を暴くから証人になってくれって警察に連絡があったのよ。しかも警官だってわからないように私服で来てくれって。まったく、そんな格好のお前とこんなところにいるなんて調子狂うばい。すっげえ、シェフのアリガヤ、あまりにも最高だ。よくやったキリギリス、褒めて使わす。あそこの店、確実に当たりが入ってないくじ引きやってるんですわ。これからそれを暴きに行きます。絶対証明したるんで、合図をしたら俺んとこまで来てください。ようちゃん、今度こそ当たり引いたるで。おいおい、本気かよ。懲りねえ兄ちゃんだな。ふん、なんとでも言え。ほな、まずは5回。はいよ。
あいつ普通にくじ引き始めたけどどういうつもりなんだ。当たりが入ってないことを証明するのはとても難しいわ。それこそ全部買い占めでもしないと。それは無理だろうな。ああいう店は予備のくじを満単位で用意してるもんなんだよ。買い占めは現実的じゃねえ。なるほど。それじゃどうするのかしら。当たった、ついに大当たりや。やったで、トドロキャン来てください。え、マジかよ。いやー、ようやっと引けましたわ。長かった。おいおい、どういうことだ。ほら、7番ラッキーセブンや。これは紛れもない大当たりやな、あドドロキャン。ああ、確かに7番って書いてあるな。せやろ、バッチリ録画もしとるで。ほな、それじゃあ大当たりの交換を。待て。あ、なんや。お前、当たりをでっち上げやがったな。はあ、何のことや。そのくじをよく調べさせろ。偽物かもしれねえ。何が偽物や。正真正銘ここで引いたもんやろ。くじのデザインだって全く同じやないか。うるせえ。とにかく偽物の可能性があるんだよ。なんでや。おい、ギャラリーのみんな、ここの店は当たりくじを引いても交換してくれへんぞ。最低最悪の店やな。ああ、うるせえ。交換なんかするわけねえだろうが。当たりなんか入っとから用意してねえんだからよ。ついに言わしたで。決着。自分から白状するなんてお笑いやな。今の発言バッチリ録画しとるで。くそ、このガキ。え、暴力は卑怯。はい、アベス警察よ。今の発言本当なら詐欺の自供だわ。ゆっくり話を聞かせてもらいます。くそ、相変わらず容赦ねえな。それにしてもどういうからくりだったんだ。あいつはマジに当たりなんか入れてなかったみてえだが。あそこで使われてたくじなんですが、実は1番から10番が存在しない特殊なくじなんですわ。で、それを使って1番から10番を大当たりにしてたから、絶対当たりが出ないって寸法です。ほう、なるほどな。で、あのおっちゃんは市販のそういうくじをそのまんま使ってたもんやから、作ってる会社を突き止めて当たり番号を作らせたんですわ。それでくじを引くときにすり替えたのか。わざわざそんな手間かけてすげえ執念だな。いいんですよ、この一部始終をアップして再生数が爆伸びすればえげつない広告収入が手に入りますからね。これで俺も人気 YouTuber の仲間入りや。キリギリス・ミンキー、あなたのおかげでお祭りから犯罪者を減らすことができたわ。ありがとう。いやいやいや、それほどでも。刑事さんこそご苦労様。え、それはそれとして、クジの捏造も立派な犯罪よ。ショーでたっぷり話を聞かせてもらうわ。そんな、俺には動画を待ってる100万人の視聴者が。そうそう、あなたのスマートフォンも証拠品として押収するわ。何せ今回の一部始終が映っているんですもの。それだけは勘弁や。と驚き犯、なんとか言ってや。有賀屋の言う通りだ。犯罪は良くないぞ、キリギリス君。警察署でしっかり反省してきなさい。なあ、ほなあ。とんだ貧乏くじを引いてしまった新米ヤクザであった。ありがやいもダメですよ。一人でヤクザの若頭に歯向かうなんて無茶ですよ。トドロキが怪しい動きをしてる。今日こそ証拠をつかんで逮捕する。もうアリガヤ兄が心配しますよ。兄に応援頼みましょう。ああ。ヤクザが女刑事をさらうとどうなるのか。ついに捕まえた。女刑事捕まえたぞ。捕まってしまった。俺の名前はキリギリス・ミンキー、ヤクザ兼 YouTuber だ。チャンネル登録よろしく。そんであそこにいるのは警察手帳拝借、何何薄葉かげろう犯、組織対策5課ってとこの刑事さんや。誰に向かって話してるんですか。動画の向こうの皆様や。うん、最近土蜘蛛に入った若い衆ですね。俺は今からお前にいたずらするぞ。それを動画に撮って広告収入でしのぎを稼ぐんだ。怖いだろう。別
に怖いといえば上司のパワハラと同僚の尻拭い。税金と仕事量は上がっても賃金は上がらず搾取される。なんで私生きてるんだろうって怖くなりますね。変な刑事さん捕まえちゃったな。天使、低賃金なのに自分の身を削って日本の治安を守ってるんやね。カゲロウはマジ天使だが悪いな。しのぎのため、とどろき班のため動画撮るぞ。あかん、緊張でボタンが取れへん。キリギリスさん、男の人とこういうことするの初めてだから優しくしてくださいね。なんやて？好きありです。組織対策5課は任務で色仕掛けで先手を取ることもありますからね。ついでに弱みも握りますね。もうしませんから堪忍して。心も体も取られる新米 YouTuber ヤクザであった。数日後、中国犯罪組織チンロンだな。組織対策5課だ。君たちに食材を与える。ウスバ君ありがとう。君の張り込みのおかげで犯罪は防げたぞ。お役に立ててよかったです。ウスバ君、車の中で仮眠してきていいよ。ここの現場は僕が仕切るから。ありがとうございます、ありがや兄。仮眠ができる幸せ。私の仮眠グッズが火を吹きますよ。でも座席のシートじゃなくて高級なホテルのベッドで寝たいな。捕まえた。また女刑事捕まえたぞ。捕まってしまった。ヤクザの土蜘蛛の若い衆でYouTuberのキリギリスミンキ君でしたっけ。この前チャンネル登録したのでお礼にこの手錠を外してください。ほんまか、ありがとう。だがそんな媚びで落ちる俺ではない。今日こそお前の裏ビデオを撮ってネットに上げて広告収入でしのぎを稼ぐで。どうだ、怖いやろ。別に怖いといえば平均睡眠時間3時間。いつか過労で命を落とすんじゃないかと思うこの労働環境の方が怖いです。これから裏ビデオ撮られんのに全然怖がらへんな。天使、命を張っての国家の激務、ご苦労さんやね。えらい。だがこれから人肌も服も脱いでもらうで。カメラをセットしてと。なんで私を。女刑事ならありがやいももいるのに。別にどうだっていいやろ。あの刑事さんはトドロキさんの女や。手出したら締められる。もしかして私のこと好きなんですか。ヤクザなのに女刑事に惚れちゃいました。好きな人にこんなことするわけないやろ。見てろ、今からお前に嫌なこといっぱいしてやる。残念ながらそれはできませんよ。だってあなたにこんなことされるの嫌じゃないですから。なんやて。動画見てファンになりました。ミンキ君ともっとイチャイチャしたいので手錠外してくれますか。あと恥ずかしいので外したら後ろを向いててください。うん、外したから後ろ向くね。へい、キャー。ヤクザ落として高級ホテルのベッドゲット。こうしてヤクザを落とされ女刑事は寝落ちした。ウスバ君、髪長いな。あれはウスバ警部補と土蜘蛛の射程のキリギリスミンキ。なんでホテルから出て。あれですか、ホテルで寝ましたよ。なんでですか、彼ヤクザですよ。いや、ラブラブしたわけじゃなくて裏ビデオ撮って稼ぐとかで拉致されて。なっ。でも安心してください、帰り討ちにしてベッドを奪って寝ましたから。あれ、あれがやいも。ウスバ警部補、私に心配させないように平気なふりを。許せない、土蜘蛛のキリギリス。トドロキさん、丸棒のアリガヤが来やしたよ。ガサ入れか。いえ、そういう感じじゃありませんでした。そうか、用意したら行くから通しておけ。
へい。なんだよ、今日非番じゃねえのかよ。思いっきり油断してたばい。アリガヤ、待たせたな。よっ、トドロキさん。大丈夫だ、手を出すな。キリギリス、ミンキを出して。はあ、あいつが何かしたのかよ。近い。あなたの部下が私の同僚に強制わいせつをして、それを動画に撮って販売しようとしてたのよ。なんだと？おい、本当か？違います、トドロキヤン。女刑事を拉致はしましたけど、手は出してません。どうやら本当らしいな、キリギリス。トドロキ、動くな。カニか原発か選べ。え、ありがや、すまれ。こいつには体を張ってその同僚の償いをさせるから、一旦引いてくれないか。トドロキハン、俺本当に何もしてません。トドロキ、お願い、その人の身柄を渡して。その同僚の暴行罪で裁いたって納得しねえだろ。バカは自分のしのぎ削らせる方がいい薬になるんだ。待ってください。ウスバ警部、彼は何もしてません。したのは私です。彼を脅して土蜘の情報を聞き出そうとしました。アリガヤ兄弟の力になりたくて、でも行き過ぎた捜査でした。すみません。画像は消去しました。確認してもらっていいですか？コピーはしていません。ああ、アリガヤイモ、出ましょう。ええ。あなたたちも手出ししない方がいいですよ。他の組に女のマッポにマッパにされたなんて言われたくないでしょう。あの薄い女刑事、顔色一つ変えないで、度胸あるな。たく、女のマッポに弱み握られてんじゃねえよ。すみませんした。ま、アリガヤに会えたから別にいいけど、手も握れたし。昼間の土蜘蛛の若頭、怖かったな。おまわりさん、助けて。ミンキ君、ああ、わかった。今動画サイトで流行ってるハイパーゲームってやつですか？困りますね。偽計業務妨害ですよ。なんで助けた？あ？あんたをさらって裏ビデオを作ろうとしたのは本当なのに、なんでさっき助けたんや？ほんま何考えてるかわからへん。考えを出さないようにしてますから。なんやそれ。私がいる組織第5課は反社会組織の人に考えを読まれれば誰かが死にます。だから私は自分の考えを出すのをやめました。仕事に自分を出すのはナンセンスです。長い間自分を出さないでいたせいか、今ではプライベートでも笑えなくなりました。今その話関係あるんか？大ありです。ミンキ君にさらわれた時、本当の自分を出せてたと思うんです。え？助けた理由があるとすれば、そういう場所を失うのが嫌だったのかもしれませんね。それって？すみません、今のは忘れてください。それでは。カゲロウハン、またあんたをさらったる。自分をおざなりにしていい仕事なんてあってたまるかい。そんなクソな仕事を俺が邪魔してるわ。また業務執行妨害ですか。でもヤクザは警察に迷惑をかけるのが仕事だから仕方ないか。天使、笑った。え、戻った。可愛かったな。また笑ってくれへんかな。さて、ミンキ君に何をおごってもらおうかな。はぁ、何とぼけてるんですか。私が助けたからヤクザ破門にならないで済んだんですよ。あなたは一生私に恩返しをするんですよ。そのために助けたのもあります。まずは今日のご飯代を出してもらいます。逆らったら若頭に本当のこと言いますから。この女、天使やない、本性を出した悪魔や。あの女刑事め、ヤクザを脅しやがって、めちゃめちゃにして表に出れんようにしたるわ。あのガキ、アダルトグッズばっかり買ってますよ。懲りてねえのか、やっぱり追い出すか。女刑事にお金もやる気も出させられた新米ヤクザであった。今日も配達でいっぱい稼ぎますぜ。おっと、信号黄色か。ブレーキブレーキ、いやー。ヤクザに高額医療費を請求したアタリアの末路。
大丈夫でっか？ほんまにすんまへん。ははびっくりしたよ。救急車呼びます。大丈夫大丈夫、配達で急いでるんでしょ。そうだ、連絡先だけ教えてよ。せやかて。いいからいいから、何かあったら連絡するからさ。警察のやり取り見たことあるけど時間かかるんだよな。本当にいいから。ほな連絡先交換しましょうか。アタリアの手口。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘の若頭だ。ひーふーみー、今週も売り上げは好調だな。轟ちゃん、助けてください。どうしたんだよ急に。抱きつくな、離れろ。こいつはキリギリス・ミンキ、俺の射程を名乗る新米だ。説明しよう。射程とはヤクザでの子分という意味である。莫大な金を請求されてるんです、助けてください。意味がわからん。とりあえずはなれろ。で何があったんだ。昨日ムーバーイーツの配達中に事故ってしもうたんです。はあ、面倒なこと起こしやがって。でもちょっとかすっただけやったし、相手も大丈夫って言うてはったんですよ。なのに病院に行ったら骨折してることがわかりましてね、これは慰謝料と治療費を請求させてもらわないと。骨折っていくら持っていけばいいんすか。慰謝料も込みで300万お願いします。そんな大金持ってまへん。と言われましても、支払ってもらえないならあなたを訴えることもできるんですよ。前科をつけたいんですか。わかりました、あるだけ持っていきます。ちょっとミンキさん、お金持ってきてもらってなんだけど、こんな金額じゃ全然足りませんよ。でも今の貯金じゃこれで精一杯で。あのね、このままじゃあなたはひき逃げ犯になりますよ。こっちには診断書もあるんですから、出るとこ出ればお金だけじゃ済みませんよ。というわけなんですよ。なんとかしてください、トドロキ犯。はあ、てめえで起こした面倒だろうが、自分のケツは自分で拭け。俺は忙しいんだ。そう言わんといて。こっちは減速してたし、相手も平気そうやったのに。まさか骨折してはるとは。ん？ちょっと待てよ、そいつは事故の後普通に歩いてたのか。はい。まさかとは思うが。おい、スマホ貸せ。はい。もしもし、私キリギリスと申します。ミンキの兄です。アクタです。ミンキさんのお兄さんですか。はい、この度はミンキがご迷惑をおかけしました。お怪我の具合はどうですか。ひどく痛みます。ちょうどよかった、ミンキさんに保証をお願いしてたんですが、払えないと言われて困っていたところなんですよ。聞いております。本当に大変なご迷惑を。ねえお兄さん、こちらはいただくものさえいただければことを荒立てる気はないんですよ。治療費と慰謝料、そして仕事もできなくなったので損害賠償として全部で350万円払ってくださいますか。さらにふっかけてきやがった。ビビってるキリギリスを見たからか。わかりました、お支払いさせていただきます。よかった、お願いしますね。ドドロキャン、払ってくれはるんですか。さすが俺の兄貴だっせ。お前バカだな。え、何がですか。うまくいきましたね。偽造した診断書もよくできてるしな。当たり屋ってのはほんとボロい商売だぜ。いやぶり、ミンキの兄です。この度は弟がご迷惑をおかけしました。ほんまにすまへん。いてててて、てこちら上司の角虫です。まったく、うちの部下に大変なことしてくれましたね。申し訳ありません、お金は持ってきました。よかった、それならいいんですよ。ミンキさんも未来ある若者でしょ。こちらも大事にはしたくないと思ってたんです。それじゃ早速お金を頂戴して。その前に、え、一応診断書を見せてもらえませんか。こちらも高額を支払うわけですし。もちろんいいですよ。はい。うん、スズムシ病院か。ちゃんとハンコもあるな。当たり前でしょ。ここに書いてある名前、これはアクタって読むんですよね。はい。もしもし、鈴虫病院さんですか。アクタと申します。昨日出してもらった診断書なんですが。え、そんな患者は来ていない。ちょっと何してるんですか。そんなはずないんですけど。え、何かの間違いじゃないかですって。おい、やめろ。この診断書、本当に本物だと証明できますか。当たり前でしょうが。じゃあなんで病院は何も知らないんだよ。
病院側の手違いでしょう。そうか、なら病院に行って確かめてもいいんだが、今から一緒に行かねえか。おい、言いがかりもいい加減に。あらら、しまった。ゴキブリ。お、バカ。あれ、アンさん骨折してるんじゃなかったんすか。あ、いてててて。ておいおい、猿芝居もその辺にしようや。おい、こっちは被害者なんだぞ。出るところに出ればどうなるか。とにかく金をよこせ。おら、出るとこ出るか。あ、はっ、玉の小せえやつだな。その顔の傷とサングラス、まさか土蜘蛛の。お前、スザク組の傘下にいるチンピラだろ。もう身元は分かってんだよ。手下使って当たり屋とは随分舐めた真似しやがるじゃねえか。は？え？なんてこった。土蜘蛛の若頭にこんな真似しちまったなんて。なんで若頭がこんなところに。今回お前がふっかけたのはうちの組員だよ。すみません、すみません。さて、てめえらこんなことしてくれてどうなるか分かってんだろうな。こいつは怪我なんかしていません。診断書も偽物です。認めるので命だけはお助けを。だとよ、ありがや。話は聞かせてもらったわ。警察よ、詐欺の現行犯で連行します。証拠の映像もありますぜ、刑事さん。そんなトドロキ班、ほんまにありがとうございました。トドロキ班についてきてよかったっす。ああ、てめえなんか勘違いしてねえか。え、いくら下っ端でもうちの組のやつがチンピラなんかに金巻き上げられたって知られたら土蜘蛛の名誉が怪我されるから一肌脱いだだけだ。助けたわけじゃねえ。トドロキ班、見返りを求めないその姿勢、さすが俺の目指す男ですぜ。ちゅ、お花畑野郎だな。トドロキ、不本意だけど助かったわ。最近当たり屋の相談が増えていたから、これで被害を減らすことができる。別にお前のためじゃないわ。ヤクザのあなたのことだから、チンピラを車ごと海に沈めて逆に金銭を取るものかと思ったけど。こいつ、いつも変な偏見を俺に当てつけやがって。すっげー、お前って存在に俺の心はいつもノックダウンだぜ。お前なら何回当たりに来ても何度でも受け止めてやる。それに犯人捕まえて少しは俺のこと見直してくれたかな。金も返してもらえたし良かったです。刑事さんもほんまにありがとうございます。うん、え、俺だってアリガヤの手を握りてえのに。刑事なんかと慣れ合うんじゃねえ。はあ、私だってヤクザなんかとつるみたくないわよ。ああ、俺だって好きでお前なんかのそばにいたいぜ。自分の正直な気持ちをぶつけたいと思う女刑事とヤクザであった。実力ヤクザマンガ、ヤクザと刑事との因縁の。恋が始まる。ヤクザの若頭、トドロキ圭一、マルボーの女刑事、有ヶ谷由紀、素直になれない両肩思いのドタバタラブコメディ。ヤクザと目つきの悪い女刑事の話、2巻10月26日全国書店にて発売予定。お、こら忍ぶか。で、おい、またかよ。たー、もうお前ら結婚しろ。役目。でも、ぶつかってきたのはあなたたちで。なんだって。ガタガタ言ってねえで修理費と慰謝料よこせや。怪我の治療費もだ。まあ合計でざっと100万だな。100万。
ヤクザ事務所に配達中の花屋に絡んだドキュンの末路。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今日は無所帰りの親父の出所祝い、その支度で朝から事務所がバタついている。おい、危え、手配した花はどうした？それがまだ届いてなくて。ずいぶん遅いな。いつもの花屋だろ、確認したか？轟班、花屋から電話がありまして。ああ、ちょうど話してたとこだ。どうした？すぐ近くまで来てはるらしいんですが、何でも配達の兄ちゃんが事故ったそうです。なんだって？当たり屋。30分前。今日の配達、ずいぶん豪華なご注文ですね。土蜘蛛の事務所にお届けだからな、下手なことはできないぞ。土蜘蛛って、あのヤクザの土蜘蛛ですか？何でも今日は祝い事らしいからな。うん、危ない。大丈夫か？はい。バカ野郎、危ねえだろ、どこ見て走ってんだ。降りろこら。もしもし、店長ですか？実は今事故に遭ってしまって。はい。てめえどこ見て走ってんだよ。あん？でもぶつかってきたのはそちらですよね。なんだぞ兄ちゃん、こっちはヤクザよ。ヤクザに向かってよくそんなこと言えたもんだな。とにかく警察に連絡しましょう。警察だ？何、俺たちはな、謝ってくれりゃそれでいいんだよ。誠意見せてくれりゃそれで。まあとりあえず車の修理費と慰謝料は払ってもらえんだな。え、いや、そういうことはこの場ではお約束できないです。おい兄ちゃん、いつまでもぬるいこと言ってんじゃねえぞ。俺たちみたいなヤクザも相手にしてただで済むと思うなよ。ガタガタ言ってねえで修理費と慰謝料よこせや。もしかしてこの人たちわざとぶつかってきたんじゃないですか？すみません、配達中なのでお話はまた後日にでも。うわー、首が痛え。え？ああ、むち打ちかもしれねえな。こりゃ治療費も払ってもらわねえとな。ざっと見積もって合計で100万くらいか。100万？いくらなんでもそれは。うん？払えねえっていうのか？いい加減にしてください、言いがかりです。お客様がお待ちなのでこれで失礼します。ちょっと当て逃げする気か、ふざけんじゃねえ。ヤクザ敵に回したらどうなるか分かってんだろうな。当て逃げだって？あ、おい、それうちに配達の花だろ。あなた、土蜘蛛の。土蜘蛛？なんだって？店からうちに連絡があったぜ。近くまで来てたが事故ったってな。それで様子を見に来たんだが。申し訳ありません、お届けが遅くなりまして。いえ、お怪我はなかったですか？おい、やべえよ、まさかマジモンのヤクザんとこに配達中だったとは。どうするよ、こっそりつらかるか？先ほどおっしゃった修理代や慰謝料の件ですが。こいつ余計なこと言いやがって。ああ、そのことだが。修理代と慰謝料だって？あの人たちの車が正面からぶつかってきたんです。なのにお金を要求されて。警察は通報したのか？いいえ、通報しますと言ったんですが、あの人たちがお金さえ払ってくれたらそれでいいと。轟さん、あれって。黙っとけ。おい、どういう経緯か知らねえがな、あんたたちの事情は俺たちには関係のねえことだ。今日はうちの晴れの日でな、花が届かないことには困る。ひとまず花を運び入れてくれよ。申し訳ございません、すぐ参ります。あんたらも花屋の作業が終わってからゆっくり話せばいいじゃねえか。え、そうですね。思ったのです。はい。ああ、立ち話もなんだからうちの事務所に来な、部屋貸してやるからそこでゆっくり話し合えよ。え、いや、そんな、めっそうもない。お構いなく。それとも日を改めるか？それなら俺がお前らの家まで行ってもいいぜ。ここはうちが婚姻してる花屋だ、身内みてえに思ってるもんでな。おい、うちの若頭のご好意だ。若頭？土蜘蛛の。でもまあ後日ってのも面倒だしな、ついでにいい景色見せてやるよ。来な、出所の祝い。親父。ああ、これは。ああ、ちょうどご到着だ。今日はうちの組長の出所祝いでな。組長？出所？すまねえな、そんなわけで早めに運び入れてもらえるか。はい。アブエ、ご案内しろ。はい、こちらです。さて、修理代やらの話だったな。そんなのはもう結構ですんで。ほ
本当に。ま、あの花屋は身内みたいなもんだから、金はうちで払ってもいい。だが店の意向もあるだろうから、確認が必要だ。花の搬入が終わるまで待たねえとな。で、だ、さっきも言ったがよ。今日は親父の晴れの日だ。客人は歓迎さ。花屋が戻るまでお前たちも宴会に参加するか？そんな、めっそうもない。花の搬入ならここで待ちますので。遠慮すんな。ああ、もちろん。ヤクザなら出所祝いは包んでもらえるな。出所祝い。おいおい、ヤクザのくせに知らねえのかよ。服役期間に応じた出所祝い金を持参するのが流儀ってもんだろう。うちの親父なら服役1ヶ月につき30万が相場ってとこだな。30万。なんたって20年のお勤め明けなんだ。盛大に祝ってくれや。あの、どうかご勘弁を申し訳ございませんでした。たくあいつら、出所祝いも知らねえで何がヤクザだよ。それにあの親父が本当に20年も服役したら無所の中でくたばっちまうっての。とどろけ。なあ、有賀屋いたのか。どうして。張り込みしてたのよ。組長の出所祝いが行われてるでしょ。丸棒の刑事である私が知らないわけがないじゃないの。け、毎度毎度仕事熱心なこった。さっきの人たちは。うちには関係ねえよ。雪吊りのチンピラだ。もしかして今の話聞いてたか。あ、何のことよ。聞こえてなかったようだな。出所祝いの受け取りは暴対法で禁止されてる。疑われても面倒だからな。何よ、言いなさい。さもないと連行して署でじっくり聞いてあげてもいいのよ。何でもないって信じてくれ。ヤクザがそんなこと言うなんて肩腹痛いわね。くそ、この女いつも痛くもない腹を探ってきやがって。まったく腹の立つ。すっげー、腹を割って言うと俺はお前に夢中。お前がただ一人の女だと俺の腹は決まっているんだぜ。あなたが何か悪さしたら今すぐだって連行するわよ。悪いな、有賀屋。今日ばかりはそうはいかねえ。親父の祝い事にこれ以上水はさせねえからな。何よその顔。なんでもねえよ。おなけちゃんの思い、組長への思い、心に秘めた思いは岩永花だと思う役だであった。シャーレー、クラボ、コラボレーションお願いします。せえへん、せえへんよ。警察呼ぶで。警察は民事不介入なんで。はい、メンタスコーラおにゃーうへー。迷惑系 YouTuber がヤクザに突撃した結果、俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の轟はーん。な、若頭だ。こいつはキリギリスミンキ、俺の射程を名乗る新米だ。汚ねえな、なんだこのベタベタは。またなんかやらかしたな、てめえは。 YouTube に上げる動画撮ってましたら、迷惑系 YouTuber が突撃してきまして。迷惑系 YouTuber だ。土蜘蛛、ここヤクザの土蜘蛛さんすか。なんだてめえ。おい、つまみ出せ。コラボ、コラボレーションお願いします。ビヤー、来た、ここまで追ってきた。ああ、うわー、土蜘蛛さん愛してます。土蜘蛛さんやない、俺はキリギリスや。ぬっ、メンタスコーラ。ビヤー。ぬっ、コラボあざす。コラボなんてせえへんって言うてるやろが。し、し、あ、ちょっと触んないでください。触ってへんわ。貴様ら、外でやりやがれ。とどろきはん、そらないわ。メンタスコーラ、メンタスコーラ。ゲゲ、やめて。そこの人、何をしているの。警察です、動くな。あ、刑事さんやないですか、助けてよ。警察、警察は民事不介入、警察は民事不介入なんで。いいから離れなさい。コラボお願いします。やめて。いい加減にしなさい。勘弁してや。迷惑系 YouTuber。 たく、コーラなんてベタベタするもんを。最悪だ。おい、アブエ、何なんだあの野郎は。有名な迷惑系 YouTuber っすよ。他の YouTuber に突撃してくるんです。キリギリスのチャンネルが突撃されたんすね。ヤクザの事務所にまでか。心臓に毛の生えたやつだな。狂気を感じるぜ。トドロキハン、放り投げるなんてひどいやないですか。キリギリス、吹いたところを通るな。ああ、案外早く戻ったな、キリギリス。ちょうど刑事の有賀屋班が張り込みしてはったんで、
助けてもろたんです。ありがやか。あいつも仕事熱心なこった。俺の周りいつも鍵回りやがって。あの YouTuber は警察や民事不介入や言うてましたけど、お説教くらいはされたはずや思います。そうか、お前妙なもん引っ張り込むんじゃねえよ。俺かて好きでこうなったんやないですわ。土蜘蛛の事務所に突撃した動画爆伸びじゃん。こりゃいいぞ。土蜘蛛さん愛してますよ。突撃ひーふーみー。よし、今月の売り上げも上々だな。とどろきさん、すみませんが来ていただけませんか。どうした。困ったお客様が。早くお願いします。今日はチョコレート屋に来てます。撮ってます、もう撮ってます。チョコレート売ってます。開けちゃいますね。うんま。レジお願いします。いらっしゃいませ。え、空箱食べちゃいました。え、お腹減ってたんで。あ、そうなんですね。1000円お預かりします。いただきます。あ、お客様困ります。お金は払いますから先にお支払いください。マジうまいっすね、お宅のチョコレート。お客様困ります。おい、あ、何してくれてんだ。あ、土蜘蛛さんですね。再生数のために迷惑行為も厭わねえってか。はっ、見上げた根性だなてめえ。あなたのこと愛してます。コラボしてくださいよ。そうか、俺を愛してるか。ありがとうよ。メンタスコーラ、メンタスコーラお願いしますよ。そうだな、だったらその愛に報いねえとならねえな。コラボ、コラボしてくれます。それよりな、腹減ってんじゃ気の毒だからな。チョコレートにメンタスか。甘いもんばっかでさぞや喉が渇いただろうな。コーラでも飲むか。え、飲まねえのか。てめえの大好きなメンタスコーラだろうが。おい、通報しろ。他に客がいなくてついてたな、お前さんよ。迷惑系 YouTuber 逮捕か。まったく、何が迷惑系だ。文字通り迷惑な野郎だったぜ。とどろき、ありがや。まったくお前は俺の行くところどこにでも現れやがって。ゆっくり買い物もさせねえつもりかよ。そんなつもりじゃないけど、窃盗で逮捕された YouTuber、 以前土蜘蛛の屋敷に来ていた男ね、トドロキが通報したと聞いたわ。まあな。その、助かったわ、ありがとう。こうやって再生数稼ぎがエスカレートする人が出れば警察としても困るから。まあ自分の店の被害だからな、当然っちゃ当然だ。まあそれもそうよね、あなたが正義感でないことくらいは分かっているわ。な、ありがやめ、人の顔見りゃ憎まれ口ばっかり叩きやがって。すっげー、もしかして今日はわざわざ礼を言いに来たのか。これはありがやとの仲を深めるチャンスばい。なんですって。しまった、恋に出てた。仲を深めるですって、誰がヤクザなんかと。冗談に決まっちょるばい。こっちこそなんで刑事なんかと。な、当然よ、冗談だったの。本気だったらよかったのに。もうとどろきのバカバカ。メンタスコーラで迷惑を被ったが、それを機に女刑事との仲を深めんとするヤクザであった。はい、どうも、今からパンツ1枚で店の冷蔵庫に入ります。お前マジそれやべって。ついでにストローも刺します。ひってあいつら許さんばい。バイトテロを起こしたバカッターの末路。俺の名前はキリギリス・ミンキー。日本最大勢力のヤクザ、土蜘蛛の組員兼 YouTuber や。今日も若頭の轟班が経営するタピオカ屋でバイトや。人手が足りひんみたいで手伝いに駆り出されとる。やっと終わった。トドロキハン、ほんま人使い荒いわ。さて、昨日公開した動画伸びとるかな。全然伸びてへん。うるせえな、大声出してどうしたんだ。こいつは俺の昔からのダチで、この店のバイトリーダーをやっとる。
ちなみにヤクザとは関係あらへん片木や。ちゃうねん、昨日投稿した動画が全然再生されへんかって。あ、じゃああれやってみようぜ。ほらテレビのニュースになったバイトテロ、店の備品で遊んだり冷蔵庫とかに入る動画を撮って投稿するんだよ。めっちゃおもろそう。でも轟犯に怒られへんかな。大丈夫だって、騒ぎになれば注目されて客も集まるだろうし。そういえばこの前まずいばい、店の売り上げが落ちてきてる。タピオカもそろそろ飽きられちまったか。注目されたら動画の再生数も伸びて店の売り上げも V 字回復、一石二鳥で最高や。一丁派手にやったるで。はいどうも、ちょっと危ない人系 YouTuber のキリギリスです。今日は俺のバイト先で遊んでみようと思います。じゃパンツ一枚で冷蔵庫に入ってみようと思います。サブー、あーなんか地味だな。あーこっちは体張ってるんやで。そうだけど、あストロー使ってふざけてみろよ。じゃあ鼻と耳に刺してこれでどうや。それやべえ。よっしゃ、投稿予約完了。これで明日には客がごった返すはずや。明日の朝が楽しみだな。ほんまな、おかげで助かったわ。おおきに。何言ってんだよ、困った時に助けるのが友達だろ。この時俺たちは幸せやった。楽しい未来が待ってるって疑いもせえへんかった。でもまさかあんなことになるなんて。炎上。なんやうるさいな。はいはい今出ますよ。おい何のんきに寝てんだよ、やべえことになってるぞ、これ見ろ。おおめっちゃ再生数伸びてるやん、大成功や。バカ野郎コメント見ろ。何こいつら、こんな連中雇ってる店なんか行きたくねえ。ここのタピオカ好きだったのに裏切られました、もう二度と買いません。マジ深い、店潰れろ。客がみんな怒ってる。では、轟犯やん。で、出ろよ。で、でも、あ、切れた。うわー100件も着信ついてる。めっちゃ激おこや。キリギリス、けじめつけようか。あかん。これ、あかんやつや。はい、どうすんだよ。その人、ヤクザの若頭なんだろ。逃げるで。キリギリスの野郎、なんてことしてくれたんだ。これじゃ店が営業できねえ。捕まえたか。轟さん、すみません。おう、あぶえか。どうだ、キリギリスは。家に押し入りましたが、もぬけの殻です。一歩遅れました。あの野郎、逃げやがったな。けじめをつけねえヤクザがどうなるか、思い知らせちゃるべ。いやー、もうなんでこんなことになったんや。轟犯に捕まったら海に沈められる。俺は悪くねえぞ、やったのはお前だからな。はぁ、あ、お前がバイトテロやれって言ったんやんか。命令したんじゃねえ、提案しただけだ。俺は関係ない。なんやて。何よ、病院前。トレーラーあかん、間に合わへん。いてておい、生きてるか。なんとか。おい兄ちゃんたち、よそ見運転はいけないな。轟犯、ヤクザの審判。さて事務所まで戻ってきたわけだが、キリギリス。はい。あの動画はなんだ。轟犯が店の売り上げが落ちてきたって言ってはったから、有名になったら客が来るんちゃうかなって。ああ心配してくれてありがとな。おかげで今日は客が一っ子一人いねえ。あっかん、やっぱ激おこや。それから二人でどこに行くつもりだった。ああたまにはドライブでもって。そうかそうか、じゃあとっておきのプランがあるぞ。水中ドライブ天国行きってのかな。やっぱ海に沈めるつもりや。こうなったらこいつが悪いんですわ。バイトテロを言い出したのはこいつっす。お前。そうか、片木にけじめつけろとは言わねえ。だが店の損害として1億払ってもらおうか。1億。あの動画のおかげでもう店は閉店だ。入る予定だった売り上げ、他の店員への給与保証、テナント立ち退き料、もろもろ込みで1億だ。そんな金額無理だ、払えねえ。だったらてめえの体を売るしかねえな。
腎臓なら一つで2000万にはなるぜ。俺は悪くないんや。こいつがどうなっても俺は関係ないんや。せやから俺は何言ってんだよ。困った時は助けるのが友達だろ。そうや、こいつは俺のこと友達やからって助けてくれたんや。せやのに今俺はこいつを身代わりにしようとしてるんや。これでええんか。ダチを売るような真似してそれでええんか。そんなわけあらへんやろ。俺はこいつのダチなんや。トドロキャン、すいません。本当は俺のチャンネルで再生数稼ぐためにやりました。こいつは動画撮るのに手伝ってくれただけです。あと逃げようって誘ったのも俺です。全部俺がやりました。俺がけじめつけるんでこいつは見逃してください。ケルケルス、お前のせいやなんて言うてごめんやで。正直けじめつけるの怖いし嫌やけど、でも困った時に助けるのが友達やから。キリキリス、友情に免じて許してやりてえところだが、そうもいかねえ。ちゃんとけじめはつけてもらう。腹くくりました。指の一本なら。バカ野郎、そうじゃねえ。けじめのつけ方、皆さん、キリギリスです。この度はバイトテロを起こしてしまい誠に申し訳ございませんでした。トドロキ班が出したけじめの条件は二人で店の売り上げを元に戻すことやった。まず信頼を取り戻そうと謝罪動画を公開したんやけど、あかん、低評価つきまくっとる。コメントもひっでえな。確かに悪いことしたけど、ここまで言われたらへこむな。やっぱ地道にやってくしかあらへんな。誠意を見せてもう一回信用してもらうんや。そうだな、頑張ろうぜ。それから俺たちは店の掃除や準備、仕入れ、管理、タピオカジュースの作る様子、そしてジュースの PR を撮影して公開した。しばらくは低評価がほとんどやったけど、1ヶ月も続けるとちゃんと評価されるようになってきた。そして今では、キャラメルミルクティーください。私この盆栽ミルクティー。はい、どうも。キャラメル1、盆栽1いただきました。はいよ。動画見てきました。私たちお二人のファンなんですよ。え、ほんま？ぶっちゃけ初めは嫌な人だなって思ってたんですけど、なんかちゃんとやってるところを見てたらちょっといいかもって、いつの間にかチャンネル登録しちゃったもんね。うわー、大きに。サービスやミルクティー増量しちゃって。はいよ、たく調子いいぜ。お客さんが戻ってきて店の売り上げも回復するどころか以前を上回るようになったんや。いやー、ちゃんと頑張ったら評価されるもんやな。お客さんも戻ったし、動画の再生数もめっちゃ増えたし。そうだよな、バイトテロなんてバカなことするよりよっぽどいいぜ。お前と一緒やからここまでやってこれたわ。あの時トドロキ班の前で罪をなすりつけてほんまにごめんやで。いや、俺も関係ないなんて言って悪かったよ。ほな、このまま店の売り上げバンバン稼ぐで。目指すは日本一のタピオカ屋や。任せとけ、困った時に助けるのが友達だからな。よくやりましたね、あの二人。それにしてもけじめはこれでよかったんですか。今時指詰めなんて不合理だからな。それにタピオカブームも終わって客が減ってたから、あの店は処分しようと思ってたんだ。それをあの二人がただ働きで立て直してくれたんだから、言うことはねえよ。さすが土蜘蛛の若頭、抜け目ないですね。当たり前だ。ま、あとはちゃんと筋を通したなら答えてやらねえとな。それがヤクザってもんだ。店の売り上げを取り戻したら友情も取り戻した。新米ヤクザであった。今日の張り込みも長くかかりそうですね。ふふ、ふふふ、全部聞いてるからね。今のうちにトイレに行っておこう。トイレ？ぐふ、ぐふふふふふ。停水誕生の瞬間だね、僕のにゃんこちゃん。登場して女性の私生活を覗いた男の末路。私の名前は薄葉かげろう、組織犯罪対策第5課、通称組対5課の刑事です。なかなか収穫がありませんね。今日も長丁場だ、順番に休もう。彼は有ヶ谷幸楽、私と同じ組対5課の刑事です。今回の現場は長引いていて、連日ここで張り込み捜査をしていますが、
なかなかいい情報が得られません。薄葉くん、先に車で休憩しておいで。ありがやに、ありがとうございます。休んでエネルギーをチャージせねば。ほな、車の窓が開いている。ありがや兄が閉め忘れたんですね。まったく不用心ですね。戻ってきたね。風になびく柔らかそうで艶やかな髪、これこの毛並みのようだ。おかえり、僕のにゃんこちゃん。近頃ちょくちょく見かける子猫ちゃん、今日も会えると思っていたよ。さあ、お名前はなんて言うのかな、聞かせてもらうよ。ふふふ、さっき車に盗聴器を仕掛けたからね。これで僕たちもっと仲良くなれるね。ああ、聞こえる聞こえる。筒抜け、ご飯ご飯。ご飯の時間、何を食べるのかな。もぐもぐ。かわいい、小動物が種を食べてる音みたいだね。もぐもぐ。ああ、僕も一緒に食べちゃうよ。ご飯おいしいね。ふふふ、咀嚼音、これだけでご飯何杯でも食べられそうだね。ああ、焼肉食べたい。いいね、焼肉、今度一緒に食べようね。焼きたてのお肉は熱いから、僕がふーふーしてあげる。ごちそうさまでした。仮眠ができる幸せ、すや。ねんねの時間だね。僕が添い寝してあげなきゃ。すー、すー。寝息。すー、はー。あー、全部吸い込みたい。すー。ぐへへへ。はぁ。ん？起きたかな？そろそろ張り込みに戻らなくては。今のうちにトイレに行っておこう。トイレ、ぐぐ潜水隊長の瞬間だね。バタン、しまった、盗聴器は車の中だから外の音が聞けない。なんという不覚。ぐるるるるる、にゃんこちゃんといつでも一緒にいられるよう対策を考えなくては。おかしな虫がついたら大変だからね。混戦、カゲロウはんやないですか。ほな、あなたはヤクザで新米のキリギリスミンキ君。いや、こんなところで会えるなんて。はあ、ヤクザが刑事に鉢合ったというのに随分ご機嫌なんですね。まったく何を考えてるのかわからない人です。それはこっちのセリフやで。天使、カゲロウはんマジ天使。今日もこうして国の平和を守ってるんやね。お疲れ様や。急いでいるので私は行きますね。そんな。チェ、そっけないな。お、あれはカゲロウはんたちの車。そうや、車の前で待っとったらええやん。俺頭いい。あ、着信、やば。若頭のトドロキはんからや。もしもし。キリギリス、どこほっつき歩いてんだ。もしもし。この使いの一つに何時間かかってんだよ。油売ってねえでさっさと戻れ。なんやこの雑音、全然聞こえへん。トドロキャン、盗聴でもされてるんやないやろか。おい、聞いてんのかキリギリス。ヤクザの事務所が盗聴、まさかな。それはないか。今日のニャンコちゃん、13時21分48秒お食事。ポリポリと可愛い咀嚼音は最高のヒーリングミュージックと。にゃんこちゃんのお名前がなかなか聞けないな。ん？帰ってきたかな。もう仕事に戻るのでいい加減にしてください。え、僕の声が聞こえてる。そんな、まだ心の準備が。そんなこと言わへんで。ん？困ります。なんだ、誰かと話してるんだな。ちょっとくらいええやないですか。ん？男の声。人の話を聞いたらどうですか、キリギリスミンキ君。キリギリスミンキ、あのなり、仕事の仲間じゃないな。どこから湧き上がった害虫が。いやー、あかん、
昨日更新した動画全然伸びてへん。最近全体的に再生数いまいちやな。なんでや。エゴサしたろ。ピー、なんやこの赤、怖っ。え、俺なんかした？にゃんこちゃんの観察日記。時間、場所、見た目の特徴。これ、かげろうはんのことちゃうか？女刑事のキキ、今日も来たんですか、ミンキ君。さすがに迷惑ですよ。かげろうはん、その、近頃困ったこととかありません？え？誰かに見られてる気がするとか。なぜそんなこと聞くんですか。もしかして私の弱みでも握ろうと企んでいるのでは。そんなんやないですって。あのな、いえ特にはないですね。どちらかといえば自分が見てる方ですし。さよか、ならええんやけど。ほな。お名前聞けた。かげろう、かげろうちゃんって言うんだね。僕のにゃんこはかげろうちゃん。かわいいお名前。やっぱりあんなにかわいい子を放し飼いにしていちゃよくないね。歯ブラシ、マグ、全部揃えたよ。僕とお揃い。あとはかわいい首輪、きっと似合うね。つけてる姿が早く見たいな。かげろうちゃん、お迎えに行くよ。待っててね。かげろうちゃんやて？間違いない、これかげろうはんのことや。迎えに行く。なんなんやこのアカウント。あっ、トドロキャン盗聴でもされてるんやないやろか。ヤクザの事務所が盗聴。まさかな。それはないか。あの電話の雑音、うちの事務所やなくて。まさかかげろうはんが盗聴されてたんやないか。くそ、なんですぐ気がつかなかったんや。何か情報ないんか。まだ車にいないみたい。早く帰らないかな。これかげろうはんの車。この写真いつ撮ったやつや。今すぐ近くにおるってことか。あかん、間に合わなくなる。あー、今日の捜査も骨が折れますね。これはもう根比べですね。さて、後に備えて一休み。すかげろうはん、無事でいてや。おかえり、かげろうにゃんこちゃん。おいで、今日から君はうちの子だよ。かげろうはん。はい。あれー、この男。車に侵入してきたので捕まえました。私のこと勝手に SNS に書いてたみたいですね。気づいてはったんですか。当然ですよ。スマホは長引く操作の相棒ですからね。適当にネット見てたら見つけました。誰かに見られてる気がしませんかって俺聞いたやないですか。見られたのではなく聞かれていたようですからね。そんなヘリクツや。ちなみに盗聴器は回収済みです。車の鍵もわざと開けておきました。まんまと引っかかりましたね。まったく余計な仕事が増えましたね。話は署で聞きます。おとなしくしなさい。そんな。盗聴騒ぎの解決で声も順調ね。とはいかない、女刑事と新米ヤクザであった。タグ、やっちまったぜ。とどろきじゃないの。こんなところで何してるのよ。また何か悪さしようと。ちげえよ。 YouTube 見てたらスマホ落としてな。修理に行くとこだ。次は落とさないようにスマホリングをつけたらどうかしら。私はこれをつけてるわ。なんだこのスマホリングは。アリガヤが書いてあるじゃねえか。あ、これは今度発売される役目グッズよ。かわいいでしょ。すっげえ、デフォルメされたアリガヤ、かわいすぎるだろ。他にもスマホスタンドも発売されるわ。こっちは原作の聖獣夏目ぐ先生書き下ろしのデザインよ。今回のグッズは実用的じゃねえか。職場でも使えるな。詳細は概要欄にあるからぜひチェックしてちょうだい。よく見たらこのスマホリング、俺が手錠かけられてるように見えねえか。そうかしら、
きっと気のせいよ。それとも本当に手錠をかけてあげてもいいのよ。勘弁してくれ。待ちなさい、トドロキ。これからもお願いや。カゲロウ班のためにもよろしく。